俺のクガマ AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、これ結構 Twitter でですね、話してくれっていう風にずっと言われとったんで、まあ、今回話していこうかなと思います。僕がですね、前、ガチャ、大体ですね、まあ、絞られとったり、絞られなかったり、緩和されたりですね、まあ、いろいろ、そういうタイミングっていうのがありますよという話をしたんですけれど、それにまつわる話なんですよね。今回ですね、まあ、毎回そうなんですけれど、僕は SNS でですね、まあ、ガチャが出やすいのか出づらいのかみたいなのを調べるために、まあ結構ですね、その排出報告みたいなのをエゴさして確認しているんですよね。うん。で、確認していってですね、まあ、今回感じた部分のお話なんですけれど、新しいですね、バトルパスのガチャですね、トレーニングブッシュのガチャ、これがまあ実装されたと思うんですけれど、皆さんですね、当たりました。まあ当たった方もね、当然ゼロではないんで、いらっしゃるとは思うんですけれど、比率としてですね、今回ものすごい、やっぱ新しいね、スキンが実装されたということで、回された方が多かったはずなんですけど、なんか出てる人少ないっすよね。出してる人めちゃくちゃ少なくないですか。実際その調べた感じもですね、 SNS での排出報告めちゃくちゃ少なかったです。こういう動画を出すとですね、だいたいコメント欄に、いや自分単発で出しましたみたいな感じのコメントがたくさんつくんですけれど、まあそういうことじゃなくてですね、ちゃんとその SNS にスクリーンショットをきちんと上げてですね、まあ純粋に僕に対する報告ではなく単なるですね、報告のツイートいろいろ確認していったんですけれど、少ないんですよね。いつもよりも回している人が多いにもかかわらず、いつもよりも全然少ないんですよ。排出報告。まあ、絞られとるでしょうね、これは。確率が 0.03% ぐらいでしたっけ ?0.033% だと思うんですけれど、にしても少ないです。進撃の巨人のですね、まあ、車とかと、まあ、その確率上がってない時と、あんま変わらないですから、確率的に。まあ、変わらないんで、まあ、正直ですね、少なすぎるように僕は思いますね。0.033% にしては少ないと思います。まあ、コア行動ってやっぱりセダンスキンの課金でね、うまく成り立っている、まあ課金をしてもらえているっていう要素が強いので、まあこういうところに、まあ、お金をつぎ込ませようとするのはまあ仕方ないと思うんですけれど、でも確率通りに絶対出てないですからね、これこの感じ。前にですね、トレーニング物資のガチャが終わる直前ですね、僕が単発でガチャいろいろ当てたと思うんですけれど、ランボとか当てた時ですね、あの時はやっぱり確率高かったですもんね。なんで、まあ排出報告も当然多かったんですよ。ちょうどですね、コラボとかもやってましたし、かなりですね多かったんですけれども、その時よりもですね、絶対回している人が多いにもかかわらず、まあ、こんな感じになっていると。まあしかしですね、まあスランスキンに課金させなければいけないので、まあそうやって絞ってくる。まあそこのジレンマっすよね。運営はですね、やっぱりスランスキンって最後のもう本当砦なんですよ。スランスキンという要素がなくなってしまったら、まあ、正直ですね、この荒野行動というゲームに課金してくれる人はですね、いなくなってしまうんですよね。プロフォトの価値がないと。今までそのスランスキンでブーストをかけていたわけですから、スランスキンという付加価値がなくなってしまったら、まあ、一気に課金するユーザーというのは減ってしまいますので、まあ守りたい気持ちってのはわかるんですけれど、でも絞るのはおかしいですもんね。なんで絞るよりもですね、僕はこうした方がいいんじゃないかなという思う部分がありまして、今金チケットじゃないですか。セランの金チケットをまあ交換してですね、そういうセランスキンと交換したり、まあ価値的にも同じぐらいだと思うんですけれど、その上のですね、チケットを実装すればいいんですよ。例えば黒チケットだったりとか、そういうのを実装して金のですね、セランスキンを緩和すると、金セランスキンを緩和してオレンジセランスキンぐらいだったら、まあその無課金プレイヤーでも手にすることができますよと、そういう風にしてしまえば、まあこうやってね、ユーザーのヘイトがたまらずですね、わざわざこうやって確率を絞る必要もないんで、まあそうやって対処するわけなんじゃないかなという風に思うんですよね。まあどうしてもですね、やっぱそこら辺ですね、うまく調整できていないからこそですね、こうやってちょっと確率おかしいんじゃないみたいな感じのことに今なってしまっているわけで、まあそうですね、そこをやっぱ覆したいのであれば、また新しくですね、ゲームの内容を変えていくっていうのが、まあ、あると思います。どうしても、コアコード、最近、イベントとか見ても、同じ感じの内容のイベント多すぎませんか？全部なんか、ね、いろいろアイテム集めて、集めたアイテムで交換して、みたいな。全部それですよね。まあ、なんで、前も言ったようにですね、例えばサッカーのトトとか、まあ、ちょっとね、一味、工夫を凝らしたですね、そういうイベントの方をしてほしいなっていうふうに思います。やっぱそこが単調になってしまったからこそ、その単調になってしまった部分に、やっぱり、親運営もやり方っていうのを依存してしまっていて、その依存してしまっているデメリットが今回こうやって出てしまっていると、確率をどうしても絞ってですね、セランで稼ぐためにですね、こうやってやってしまっていると。まあ当然そのゲームなんで皆さんも分かっていると思いますけれど、ある程度その課金してもらわないと成り立ちません。しかしですね、例えば COD モバイル。COD モバイルはその少額課金システムっていうのをその目標に掲げてまして、まああんまり課金しなくてもですね、十分楽しく遊べますよという感じに、今現状ですね、それを目標にして頑張っていらっしゃる。
しゃるんですけれど、それに立ち打ちできなくなりますもんね。うん、やっぱり荒野行動がこの先ね、COD というですね、ゲームに、まあ、日本の市場の上で買っていくには、この COD との差別化、そして COD が今クリアできることを当然クリアしていかなければ、まあ、未来というのはないのかなというふうに思うんですよ。うん、ガンシューティングゲームってね、課金ゲーになったらもう終わりなんですよね。まあ、昔やっぱりその課金ゲーになりすぎてダメになってしまった FPS ゲームっていうのもですね、スマートフォンでありましたし、やっぱりね、どうしても廃れてしまいますんで、うん、ゲーム性が複雑で、うん、そしてそのやり取りがあって楽しいのに、そこにお金が入ってしまうと、一気にプレイヤーというのは萎えてしまうんですよね。他のゲームでもそうなんですけれど、特にこういうね、実力が全てのゲームにおいて、お金のシステムが入ってしまうと萎えてしまう方っていうのが多いので、そこはまあ少しずつですね、まあ荒野運営もまあ調節していくべきなんじゃないかなと。それが今後ですね、まあ今年まだギリギリ荒野行動に残ることができましたけれど、数字はもう落ちてます。正直今年のね、1月2月と比べると、今ある、まあ、ログインプレイヤーとか、今荒野行動をやっているプレイヤーってのはものすごく少なくなってきているんですよね。よくこっからですね、さらに、まあ、来年、再来年というふうに考えてきたときに、今いるプレイヤーをうまく維持して、なおかつ、今までその荒野行動をやめていたプレイヤーをうまく戻していくには、まあ、何らかの緩和っていうのが、まあ、不可欠なんじゃないかなというふうに思います。こうやってですね、まあ課金を促していくだけではなくてですね、まあ攻め方を変えていくっていうのが、今後その荒野行動で、大事になってくる要素なのかなと。うん、そしてそのセランスキンのみに、その課金要素を頼るというのもやめた方がいいのかなというふうに思いますね。なんだかんだ PUBG モバイルとかもですね、例えば SC ボイスに声優さんをね、可愛かったりとか、かっこよかったりする声優さんを入れたりして、まあ、うまくですね、存続してます。日本人以外のプレイヤーもいらっしゃいますんで、やっぱり日本の声優さんの需要ってのは高いですから、うまくそこら辺の、まあ、需要と供給の部分ですね、そこを考えてですね、展開して、終わっているように見せて、実は全然終わってないみたいな感じになさっているんですけれど、こういうコードもそういう他のゲームのことをですね、うまく勉強していきながらですね、少しずつそのセランスキン一つに頼ったその課金システムっていうのをですね、やめて違う新しい課金システムを構築しないと、まあ、このゲーム先はないのかなというふうに思います。現状はですね、このゲームでやっぱ有名になりたいからっていう人がいますんで、まあ、荒野の光だったりとかですね、そういうものを使いながらうまく勢力を保つことはできておりますが、この先このゲームに価値がないというふうにプレイヤーが思ってしまったら、もう終わりなんで、うん、そこにちょっとね、だんだん行き着こうとしている感じは、まあ、やっぱ否めないですし、うん、そうなってしまったら終わりですからね、緩やかに押していくんだったらいいですけど、このままだったらがっつり押していく危険性っていうのも十分考えられます。対応というのも結構雑になってきましたし、そこからどうもですね、また新しい不祥事が発覚してしまってですね、いろいろちょっと問題みたいな、この間のPUBG の訴訟の件とか、あんな感じの流れがちょっと来てしまいそうな気配がありますんで、まあ皆さんちょっと、皆さんというか、まあ荒野運営の方ですね、まあそこら辺注意してほしいなというふうに思います。僕何回も言ってますけど、荒野コードのことは嫌いじゃないですよ。すごくね、手軽にガンシューティングゲームが遊べる素晴らしいゲームだと思いますし、それに存続しておいてほしいと。まあ実況者ですし、それがずっとあってもらった方が僕としても得ですし、まあ、そんな風に思っているんで、まあ、ディスではないですから、そこら辺もですね、頭に入れておいていただけるとありがたいなというふうに思います。僕はこういうこと好きです。好きですけれど、ここは違うよねっていう部分には、はっきり素直にものを言いたいですし、同じことを思っているユーザーさんもまあ多いんで、こうやってね、たびたび動画でさせていただいておりますんで、まあすいませんけれども、こんな感じの動画は今後も上げていきますんで、よろしくお願いします。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。Twitter やってます。滅ぼしろと言われたら滅ぼしますので、よろしくです。TikTok ミラティブそちらもやってます。最近ミラティブでクランロゴ作成配信の方をしてますので、そちらもよろしくです。そしてサブチャンネルでも最近動画やライブの方をしてますので、そちらも見られてください。登録お願いします。それでは。